アンジュルムは、ハロー。プロジェクトに所属する日本の女性アイドルグループである。第52回日本レコード大賞、最優秀新人賞受賞。2014年12月17日に、グループ名を、現在のものに改名した。旧グループ名はスマイレージである。スマイレージ名義時代のキャッチフレーズは、日本一スカートの短いアイドルグループだったが、 現在は使用されていない。なお、スマイレージ名義時代は一貫して、ズンクがプロデュースを担当していた。コスが冬か一目でわかる、アンジュルム2009年4月4日、ハロー。プロジェクトの研修生ハロープロエッグのメンバーが出演する、ライブイベント、2009ハロー。プロジェクト新人公演4月、横浜ホップにおいて、 2009年度秋以降のメジャーデビューを目指す新ユニットの結成とそのメンバーが発表される。プロデューサーのツンクはハロプロエッグメンバーの中からパフォーマンス力、レコーディングテストの結果、エッグ活動におけるトータル実績を踏まえて選抜したと述べメンバーの増減、入れ替えの可能性を示唆していた。5月8日、ツンクが 自身の命名したグループ名 S マイレージを発表。スマイルとマイレージ、スマイルとエイジという二つの部分でかかっており、スマイルがマイレージのようにどんどん溜まるように、スマイルの世代という意味が込められている。6月7日に行われた2009ハロープロジェクト新陳公演6月中の STEP においてインディーズデビューシングルアの弱」を発売し、 同曲の初披露も行う。その後インディーズセカンドシングル、明日はデートなのに、今すぐ声が聞きたい。インディーズサードシングル、好きちゃんを発売。11月23日に行われた、2009ハロー。プロジェクト新人公演11月、横浜ファイヤーにおいて、ツンクからのコメント映像により、2010ハロー。プロジェクト新人公演3月。 横浜ゴールドをもって、ハロプロエッグを卒業し、メジャーデビューに向けて活動していくことが発表される。2010年2月28日、2010年、ハロプロエッグのリメンライブ2月にて、つんくより、メジャーデビューへの条件として、4月3日までに、全国から1万人の笑顔の写真を集め、それを用いて、モザイクアートを完成させよとの課題、目指せデビュー。 スマイレージ、笑顔キャンペーンの実施が発表される。同時に、スマイレージ公式サイト内を呼び、アップフロントチャンネルでキャンペーンを開始。メンバーは街に出て延べ60時間にわたり、企画への協力を呼びかけた。インディーズ・フォースシングル、大人になるって難しい。を発売後、3月27日の2010ハロー。プロジェクト新陳公演3月。 横浜ゴールドを最後にハロプロエッグを卒業し、正式にハロー。プロジェクトのメンバーとなる。また、このシングルからグループ名をスマイレージと表記するようになり、従来の S マイレージは英語表記として使用されることとなった。目指せデビュー。スマイレージ笑顔キャンペーンの期日として設定された4月3日、スペシャルジョイント2010春感謝満開。 マノエリサイン2周年突入スマイレージメジャーデビューへ桜咲け。ライブ内にて、その結果が発表され、合計で約1万6000枚の笑顔の写真が集まり、目標を達成したことによってメジャーデビューが決定した。5月26日、シングル、夢見る15歳でメジャーデビュー。同曲でオリコン週間シングルランキング5位にランクインし、 初のトップ10入りを果たした。メジャーセカンドシングル、頑張らなくても永えんえで、サードシングル、同じ時給で働く、友達の美人ママを発売した後、10月9日より、初の単独ライブツアー、スマイレージファーストライブツアー2010秋、デビルスマイルエンジェルスマイルを行う。12月8日には、初のアルバム、悪き1を発売した。 2010年12月30日、第52回日本レコード大賞、最優秀新人賞を受賞。ハロー。プロジェクトからの同賞受賞は2007年の第49回で受賞した、キュート以来3年ぶり、1998年の第40回で受賞したモーニング娘。と合わせて3度目となった。 翌年2月9日にフォースシングル、ショートカットを発売すると、曲名にちなんで和田が約25センチメートル、前田が約30センチメートル髪を切り、メンバー全員がショートカットに。4月27日には、フィフスシングル、恋にブーイングブーを発売。 2011年5月29日、ビーナスフォートにて行われた、メジャーデビュー1周年記念イベントの中で、プロデューサーのツンクが、VTR で登場。スマイレージンに何かが足りない。だから、メンバー募集しますとコメントし、オーディションの開催が発表された。この発表に対して、福田は、今の4人のままがいいと反泣きになり、リーダーの和田は、 今以上に小さいこの面倒を見るのはとても無理と悲鳴を上げるなどメンバーは混乱に陥ったが最終的には前向きなコメントを残した。また、オーディション終了後つんくにより小川の卒業が決定していたこともオーディションを開催した理由の一つであることが公表された。8月3日には4人体制最後のシングルとなるシックススシングル宇宙天、ラブを発売。 8月14日のハロープロジェクト2011サマー日本の未来はワオワオライブにて6月から7月にかけて第3次審査まで行われたオーディションの結果が発表され中西かな、小菅富冬香、竹内あかり、勝田里奈、田村明美の5人全員が正式メンバーになるための第1段階をクリアし活動状況によっては正式メンバーになれるとは限らない サブメンバーとして合格したことが発表された。発表後、中西、少数が、田村のスカートをミニスカートにする、スカートカットが行われ、同時に、スマイレージのロゴマークをあしらったワッペンの調布も、サブメンバー全員に対して行われた。2011年8月24日、小川のスマイレージ呼びハロー。プロジェクトからの卒業が発表され、8月27日に、 名古屋東別院ホールで開催された、宇宙天ラブライブイベントをもって卒業した。9月9日には、サブメンバーの小数画が、重度の貧血状態のため数ヶ月間治療に、専念することになり、スマイレージを離脱した。なお、小数画は2012年2月以降2014年5月まで、ハロープロ研修生として活動していた。 9月28日にセブンスシングル、立ち上がるを発売。少数画を含むサブメンバー5人もレコーディングに参加しており、8人体制最初で最後のシングルとなった。9月18日に行われたスマイルージコンサートツアー2011秋逆襲の超ミニスカートにおいて、サブメンバーが正規メンバーになるための課題が発表された。笑顔、P キャンペーン。 と題し、サブメンバー4人が、日本全国の街で自身を撮影してもらい、その写真をアップロードしてもらうというキャンペーンを実施し、その結果と、歌、ダンス、学校の成績などにより、サブメンバーから、正規メンバーになるメンバーを選出するというもの。サブメンバーは、タワーレコード渋谷店などで一般の買い物客に、キャンペーンに参加する、よう依頼するなどの活動を行った。 その結果、10月16日に横浜ブリッツにて行われた立ち上がるリリースイベントにてサブメンバーであった中西、竹内、勝田、田村の4名が正メンバーに昇格することが発表された。10月25日、前田が12月31日をもってスマイレージを呼び、ハロー。プロジェクトを卒業することが発表された。 12月28日にエースシングルプリーズミニスカポストウーマンを発売。これが7人体制最後のシングルとなった。12月31日、前田が東京メルパルクホールで開催されたファンクラブ限定イベント S マイレージメガバンクボリューム4をもって卒業6人体制となった。2012年に入り6人体制最初のシングルと なるナインスシングル、ちょっと待ってください。テンスシングル、ドットビキニに続き、5月30日には、初のベストアルバム、スマイレージベストアルバム完全版を発売。8月11日には、初主演となるホラー映画、階段新字袋異行が順次公開され、8月22日には、イレブンスシングル、好きよ、順調反抗期。が、11月28日には、 12th シングル、寒いね。が発売された。3月20日、13th シングル、旅立ちの春が来たを発売。オリコン CD、シングルデイリーランキングでは、スマイレージにとって、初となる1位を獲得した。続いて、5月22日には2枚目のオリジナルアルバム、にスマイルセンセーションを発売。オリジナルアルバムとしては2年半ぶりとなる、同アルバムは、 笑顔のすすめをテーマとしており、シングル曲、旅立ちの春が来た、好きよ、純情反抗期、寒いね、を含む全10曲が収録されている。7月3日、14th シングル、新しい私になれ、やったるちゃんをリリース。同シングルの発売に合わせ、やったるちゃん大作戦、と名打ち、中西、竹内の二人による、プロモーション活動が実施された。 11月12日からは、約1年ぶりに、単独ライブツアーが行われた。12月18日には、15スシングル、A か良いやつをリリース。オリコン週間シングルランキングでは、自己最高位となる3位にランクインした。1月23日、単独ライブツアー、スマイルージライブツアー2014春、スマイルチャージがスタート。 ツアー中の3月29日には、ハロー、プロジェクトヒナフェス2014、フルコースに出演し、7月15日に、日本武道館でライブを行うことを発表した。4月30日には、メジャーシックスティーンスシングル、ミステリーナイト、18エモーションをリリース、オリコン週間シングルランキングでは、自己最高位となる2位にランクインした。9月24日、和田。 福田がこの日配信された、ハロー、ステにて、3期メンバーが10月4日に加入することと、グループ名を改名することを発表した。10月4日、戦術の3期メンバーとして、室田美希、相川真穂、佐々木理香子の3名が加入することが発表された。この3期メンバーは、2015年から活動に加わる、ことになる。 また同日より10月31日まで新しいグループ名の公募が行われた。九人体制のお披露目は2014年11月26日に横浜アリーナにて行われたモーニング娘。14の道重さゆみ卒業記念スペシャルのオープニングアクトでの登場となった。12月17日グループ名をアンジュルムに改名した。なお、 このグループ名の命名者は同メンバーの中西かなでフランス語のアンジュ・トラームを合わせた造語で天使のような優しい心でいろいろな涙を一緒に流していこうという意味が込められているグループ名解明は同日の公演終了後から実施された12月31日ハロープロジェクトカウントダウンパーティー2014 グッバイハローにて、アンジュルム解明後としては、初のライブを行った。また、同日より3期メンバーのメンバーカラーが決定し、初期メンバーに2期メンバー全員のメンバーカラーについても変更されることになった。1月2日、中野サンプラザで開催された、ハロープロジェクト2015ウィンターダンスモードにて、同年5月26日に、 日本武道館でライブを行うことを発表した。2月4日、アンジュルム名義としての最初のシングル、待機晩成、乙女の逆襲がリリースされ、オリコン週間シングルランキング2位にランクインした。5月20日に配信された、ハロー。ステイにて、福田カノンが、同年秋にアンジュルム及びハロー。プロジェクトを卒業することが発表された。6月24日に配信された。 ハロー、ステにて、2015アンジュルム新メンバーオーディションを開催することが発表された。11月11日、神奈川、クラブチッタにて行われたシングルの発売記念イベントで、サプライズとして4期メンバーオーディション合格者が、神国領萌え頃もであることが発表された。11月29日、福田が日本武道館で行われた。 アンジュルムファーストツアーコンサート2015秋、百花両乱、福田カノン卒業スペシャルをもってアンジュルム及びハロー。プロジェクトを卒業し、グループは9人体制となった。また、中西と竹内が、サブリーダーに就任した。12月20日、東京、ラフォーレミュージアム六本木で行われた、ファンクラブイベント及びハロープロの公式サイトにて、 タムラメミが2016年春にアンジュルム及びハロープロジェクトを卒業することが発表された5月30日タムラメミが日本武道館で行われたアンジュルムコンサートツアー2016春9位一体タムラメミ卒業スペシャルをもってアンジュルム及びハロープロジェクトを卒業した7月16日ハロープロジェクトのコンサート ハロー、プロジェクト2016サマー、サンシャインパレード、レインボーカーニバルの日本特殊登場市民、会館、フォレストホール公園にて、ハロープロ研修生の笠原桃奈が、新メンバーとして加入することが発表された。12月31日、和田彩香がハロー、プロジェクトのリーダーになることが発表された。1月11日、相川真帆の活動休止がブログ及び、 公式 HP のニュースにて発表された。6月26日、カントリーガールズの船木ケツとハロープロ研修生の河村彩野が加入することが発表された。12月31日、相川真帆が、症状は解放に向かっている一方で、アンジュルムとしての活動を、これまで通り行えるかどうかの判断がつきかねる状態にあり、本人からの申し出もあって、 卒業に至った。4月5日、2019年春ツアーをもって、和田彩香が卒業することがハロー。プロジェクトの公式サイトで発表された。11月23日、パシフィコ、横浜国立大ホールでのワンマンライブ、アンジュルム2018秋、電光石火公演にて、ハロプロ研修生北海道の太田遥香、並びに、ハロー。プロジェクト、 オンリーユーオーディション参加者である、イセスズランが、新メンバーとして加入することが発表された。6月18日、和田彩香が、日本武道館で行われた、ハロープロープレミアムアンジュルムコンサートツアー2019、春ファイナル和田彩香卒業スペシャルリンネ転生ある時生まれた愛の提唱をもってアンジュルムを呼び、ハロー。プロジェクトを卒業した。 和田の卒業により、旧スマイレージ結成当時のオリジナルメンバーは、名実ともに消滅することとなった。6月19日、竹内明がアンジュルムの2代目リーダーに就任。また、新たなサブリーダーとして、河村彩乃が就任。また、既存のサブリーダーの中西かなは継続となる。6月26日、9月25日のパシフィコ、横浜でのコンサートをもって、 カツタ・リナが卒業することがハロー。プロジェクトの公式サイトで発表された。7月3日に配信された、ハロー。ステにて、ハロープロ研修生のハ挟シすハサマ・スズが、新メンバーとして加入することが発表された。9月25日、カツタ・リナが、パシフィコ、横浜国立大ホールで行われた、アンジュルム2019秋、ネクストページ。 かつたりな卒業スペシャルをもってアンジュルム及びハロープロジェクトを卒業した。9月30日、12月10日のトヨスピットでのコンサートをもって中西かなが卒業することがハロープロジェクトの公式サイトで発表された。10月18日、2020年3月をもって船木結がアンジュルム及びハロープロジェクトを卒業することが発表された。 11月26日にセブンスシングル、私を作るのは私、全然起き上がれないサンデーがスマイレージ時代を含めて結成以来初となるオリコン週間シングルランキング1位を獲得した。12月10日、中西香ナが豊スピットで行われたアンジュルムライブツアー2019夏秋、ネクストページ中西香ナ卒業スペシャルをもってアンジュルム及びハロー。 プロジェクトを卒業し芸能界から引退した。12月26日に開催されたカントリーガールズのライブをもって船木ケツがカントリーガールズを卒業しアンジュルム専任となった。1月2日中野サンプラザで行われたハロープロジェクト2020ウィンターハロープロジェクトイズカラサイド A でアンジュルムオンリーワンオーディション私を作るのは私から を開催することが発表された。1月22日、3月22日に、明治神宮会館で開催される、ハロー、プロジェクトヒナフェス2020被災地復興支援、東北を元気に、アンジュルムプレミアム公演をもって、室田美希が卒業すること、また、それに合わせて、船帰結の卒業が、アンジュルムの春ツアー終了まで、に変更したことがハロー。 プロジェクトの公式サイトで発表された。2月28日、大田遥について、ハロー。プロジェクトのルールに反する事案が発覚。本人も事実をおおむね認めたとし、当分の間活動を休止することがハロー。プロジェクトの公式サイトで発表された。3月22日、CS テレ朝チャンネル1にて生中継された、無観客による、ステージ、ハロー。 プロジェクトヒナフェス2020被災地復興支援、東北を元気に、アンジュルムプレミアム公演をもって、室田美希がアンジュルム及びハロー。プロジェクトを卒業した。4月21日、新型コロナウイルス感染症による被害拡大により、ハロー。プロジェクトの6月いっぱいの公演が中止になったことを受け、6月12日に予定されていた。 船帰結の卒業を再度延期することがハロー。プロジェクトの公式サイトで発表された。10月13日、活動を休止していた、大田遥について、アンジュルムでの活動は終了し、今後、ハロー。プロジェクトで、再び活動できる、よう一から目指していくことがハロー。プロジェクトの公式サイトで発表された。11月2日、 自身の YouTube チャンネルに公開された、アンジュルム新メンバー発表スペシャル。にて、アンジュルムオンリーワンオーディション、私を作るのは私から、の合格者である川成松本赤菜、及びハロープロ研修生からの昇格組である、ためながみゆ音が旧期メンバーとして、アンジュルムに加入すると発表された。12月9日、船木結が 日本武道館で行われたアンジュルムコンサート2020気象点結船起決卒業スペシャルをもってアンジュルム及びハロープロジェクトを卒業した6月21日年内をもって笠原桃奈が卒業することがハロープロジェクトの公式サイトで発表された7月20日新グループハロープロ研修生ハロープロ研修生北海道と合同での 新メンバーオーディション、ハロー。プロジェクト新メンバーオーディション2021を開催することが発表された。11月15日、笠原桃奈が日本武道館で行われたアンジュルムコンサート2021、桃源京、笠原桃奈卒業スペシャルをもってアンジュルムを呼び、ハロー。プロジェクトを卒業した。12月30日、中野サンプラザでのハロー。 プロジェクトのコンサート、ハロー、プロジェクトイヤー、エンドパーティー2021グッバイハロー、アンジュルムプレミアム公演にて、ハロプロ研修生からの昇格組である、平山遊ぶきが10期メンバーとして、アンジュルムに加入すると発表された。前述のオーディションについては該当者なしとなった。ありがとうございます。